はい、じゃあ、聴いてください。最後のギター。寂しい笑顔を口元に浮かべて、あいつがポツンとつぶやいた。これが最後の一本です。もうギターは買いません。笑って笑うじゃん。ついにその日が来たんだね。納得の相棒が見つかったんだね。でもギターショップ巡りはおしまいなのかい。うつむく横顔、ため息一つ。わかるよその気持ち、卒業って切ないね。誰もが一度は通る道。でもギターの神様はきっとあいつのことを見限ったりはしないから。これはむしろ旅の始まり。おめでとう、初めての最後のギター。あいつのその後知ってるかい。あれから半年経った頃さ、ずっと我慢してたギターショップにふと足を踏み入れてしまったんだ。入り口をくぐった瞬間から、ない何かに呼ばれてるような気配を感じた。奥の部屋、左側の壁、上の段の真ん中らへん、ほんのりと輝いて見えたあのギター。抱えた瞬間、ボディにぴったりとマッチング。ネックの握りもバッチリパーフェクト。始まったぞ言い訳が。そしてポロンと奏でたら、あー音色はもう天国。君は僕を待っていてくれたんだね。お支払いは24回払いで。おめでとう、2本目の最後のギター。その次にあいつを見かけたのは、去年の夏の終わり、まだ暑い日だった。オールドショップの片隅でヴィンテージ眺めて、ため息ついてた。やばいぞ。バス屋の上物で、音も値段も最高で、頭抱えてるあいつの頭上にギターの神様微笑んで見下ろしてた。怖いな。その日は2時間悩んで手ぶらで帰ったけど、次の日にはまたショップに足が向く。そして3日目ショップのサイトにホールドの青い文字が踊る。そして5日目にはソールドに。おめでとう。神様いい仕事するね。おめでとう。3
本目の最後の日だあいつの話はこの先もいろいろと延々と続くのだけど続くんかいまあ大体が同じような繰り返しだからこの辺りでサクッと割愛させてもらうよ。断捨離するのも悪くない、浮気はしない方がいい、それでもやっぱり夢を見るいつか会えるかな、本当の最後のギター笑うかい人はどうして欲望にまみれた時見えすぎた言い訳を並べるのだろう。ああギターの神様、あなた本当に神様、天国って足抜けできないのね。それでも幸せだから。おめでとう僕たちの最後のギター、おめでとう君と僕の最後のギター、どこまでもどこまでも最後のギターありがとうございました。最後のギターラクル